次は先がわからないから面白いだな。人間は安定を求めて、どうなるのかわからないものを避けて、いつも通りのものを選んでしまう癖がある。お前にもあるだろう。はい、いつも同じ席で同じお弁当を食べて同じ人と話しています。ふむ、これはもう中毒に近い。だがどうなるのかわからない環境でこそ人は成長することができる。一人で英語しか通じない海外旅行に行くのも、新しいことを勉強するのも、全て成長につながる。確かに。また覚えておくといい。先がわからないから面白いということを。先がわからないから面白い？ああ、一度クリアしたゲーム、一回見た映画、一度読んだ漫画は、二回目に読むとき、初めて読んだときほど面白くなくなってしまうだろう。はい、そうですね。それは先がわからないからこそ面白いからだ。にもかかわらず、私たちはいつも通りの確実なものを求める。その結果、人生はつまらなくなっていく。お前が夢見ている楽しい生活や成功、欲しいものは全てどうなるのかわからない不確実なものの中にある。決断する前に思い出してみてほしい。先がわからないからこそ面白いということを。